じゃあちょっともうどうも何 TV っすか何 TV っすかスターバインレコーズ TV です。スターバインレコーズの日常日常ですね。もうノー編集でノー編集ではいお送りいたします、ね、スタジオ終わりよね。スタジオ終わりなんかゴミみたいなもんじゃ焼き屋で一丁行こう。本当はねあのスタジオ終わって、そのもんじゃ屋さんで、ちょっと、飲みながら、まあ、食べながら。そうそうそう。ああいいね。ハプニングが。そう、飲みながら食べながらね、撮るつもりだったけど、まあね、聞くぐらいちょっとコロナというかまあ、まあ、いろんなことに厳しいお店だった。もう二度と、ほんと土浦の。でも、もんじゃはめちゃめちゃ美味しい。もんじゃはめちゃめちゃ美味しい。けど、二度と行かないです。いやー。居心地は重要だからね。いや、もう本当に。はい。高速ながら顔テッカテカだもんな、もう。俺も酒飲んだし。油と、マヨの、跳ねたやつね。うわ、ちょっと。これさ、髪が甘い。はい、ということで。一旦ね。一旦。ちょっと後ろの人たちはちょっと声張ってくんないと。全然大丈夫大丈夫ですか。いやでもまさかのスタジオがあんなに。ね。ね。でかいね。でかかった、ね。すごかった。よかった。なんか、ライブハウス。ステージみたいな。今日部屋だったから。A ちゃん見えなかったからね、最初ね。うん。あれですね。ある程度、なんか、音と環境に慣れてくるまでみんな、そわそわしてた。まあね。落ち着かないわ、あれは。曲作るのにはちょっと適してはいない。適してない。でも、後半気持ちよかったね。うん。最後の方はね。通しでみたいな時は全然よかった。5月、もうでも、8月まで。3ヶ月ちょうど3ヶ月ぐらい。もう8月にライブするでいいの。これいつあげんのこの動画。この動画まあでもノー編集だからもう今日にでも出せるけど。まあでも8月予定なんでね。8月にライブをする予定で動いてるんで。はい。みんなどれぐらいぶりですか。ライブ、でも本当俺あれだよ。2020年の2月の進めのやつ。ああそうだね、進むさんとか。りょうくんも俺、その次の年ぐらいかな。一回アコでやったな。うん。みーちゃんは俺は、その、20年の、その、進むのイベントの後に、一回だけ3月にライブしてる、それが最後。アンダーエイジ？ラグリッチ。じゃねえや、そうだ。アンダーエイジじゃねえ。ラグリッチ。久しぶりっすね、じゃあね。だいぶね。めっちゃ久しぶりよ。丸3年？ん？やばいね。そうだね。3年半か。下手した。うん。3年半ですね。うん。やばい。そんぐらいなっちゃうよな。コロナ禍だってほぼやってないでしょ、みんな。まあ、えんちゃんはね、ちょいちょい。でもやっぱり、その、ライブやる環境のところでも、めちゃめちゃ、なんていうの、パーテーションって言ったらいいのかな。ああ。お客さんと、その、演者側のところに、明確な仕切り、止めだけど、仕切りがあって、やっぱそうするとなんかアンプの音とかも多分飛ばないからなんかあんまよく聞こえなかったみたいな、へえ、結構言われてたのね。ああ、そっかそっか、そもそもそっか、その辺の環境が全然違うんだ。まあ、ないところもあったけど全然で基本やっぱあってなかなか、まあ、通常の環境下ではないかなと思いながらライブやること多かったけど、いよいよね、解禁されていろいろなものが。まあそうだよね。そう。まあそれで言うと、ね、その特殊な環境下じゃなく、そのコロナ前の状況下でライブができるのかな。ちょっとね、ライブハウスによってルールがあるからちょっとわかんないけど。今のこの現段階でどうなんだろうね。ライブハウス界隈とか。でももう。もう解禁してるじゃん。だってライブも声出し OK だし、マスクもいいみたいな。しばらく行ってないからさ、今どうな
確かに、確かにね、どうなんですかね、分かんないよ。ケンちゃんやっぱちょっとスイッチ入るとラジオの MC 感が、MC の時みたいな感じがして、いやでも、まあまあまあ、そんなね、あるけど綺麗な言葉を探しながら探りながら喋ってなんかやっぱちょっと敬語っぽくなるもんね。でも純粋に楽しみだよ、めちゃめちゃ。いやそうね、楽しみだね。なんだろうね、仮にバンドやってたのもなんか、まあ、その当時まあハウニーモードって言ったらいいのか、スプリングフィールドって言ったのかいいのか分かんないけどなんかそのところにずっとやってたから、うん、なんか結構それがすべてスタンダード当たり前になってたからさ、なんか結構それを他でやりつつ楽しいなと思いつつも、やっぱ求めてる癖はありましたよね。癖があったな。やっぱね、多分良くも悪くもなんか全てここでやってたことがスタンダードになってるんでね。いや、まあ、それはあるよね。ここでやってた時と比べていいのか悪いのかみたいな、なんか基準、判断基準になっちゃってるから。そう。それで言うとなんかそのルールの根源じゃないですけど。実家みたいな。そうなんか本当さ、お家帰ってきたみたいな感じ。すごい楽しみだからめちゃめちゃ。本当やな。純粋に。いやー、最初のライブとかどうなっちゃうんだろうな。ね、ライブ感とかさ、ぶっちゃけ正直体に残ってないもん、ね。いやそうだね。やっぱ MC だけちょっとみんな上手くなってる可能性めっちゃその2年半貯めた言語を貯めた言語もそうだし、放出ラジオでずっとやってるから確かに、ね、MC 力がね、 MC の方が曲より長くなるかもしれない。アイコやんそれも。あれ、15分喋って10分曲セットリストにトークテーマを書くかもしれない。本日は生でリハでじゃあ2個目のトークテーマやります。はい、次はドンってここでストロボお願いします。ここでストロボお願いします。あとここでこの効果音お願いします。デンデンとか最後叫ぶとき強めのリバーブ。トークテーマ言うときエコーかけてね。深めのいやだなそれな。そもそももうそろそろよくわかんない。チバチにシュールな感じになりそう。いや本当にお前コミックバンドだよ。間違いない。楽しみです。お利口ね。てかそういえばね、関のドラムが決まってっていうかメンバーとしていてライブやるなんて、どれぐらい、十何年ぶりぐらいですかね。まあこの熱で、エンちゃん、ユウマ、俺だったら、そうよ。そうだよね。ずっと決まらない。正規なんて、だってほんと、カイトぶりでしょ。そうだね。あれだっていつよ。アメリカ行く前だもんね、ユウマが。十何年以上前じゃん。まあ、マジでそんな前なの。いや、まあ、その後もね、ちょっと、一緒にスタジオ入ってたけど、ね、でもライブはしてないもんね。10年そうです、10年、ね、12年とか10年ぶり。本当にね、ドラムがいないので結構大変苦労してきたので、ね、10年間。確かにそうだね。3人と知り合った時ぐらいとかもうサポートだったもんね。うん、そうだね。はい、だから友屋さんとかじゃない、友屋さんとかかな。自分初めて見た時は多分相葉くんだった。ああバチバチと思って見てて楽しかったっすね。だよね、絶対楽しかった。結構ね、そのいろんなドラマの人と入れたのはまあおもろかったけどね、結構それって普通にやってたらあんまないことじゃん。確かにいいお勉強になったかな。結構やっぱね、叩く人によって個性がね、全然違うんだっていうのは知ったね。確かに得意なことも当然人それぞれ違うから。そう、うん、でもその分さ、やっぱサオタイ3人がさ、どんだけちゃんと固められるかみたいなのがすげえ勉強になったりとかもあるよね。そうっすね。合わねえなって思いながらやってたことも。いや、確かに正直はあったね、うん、ある人はいた。そう、難しいな。そのままアプローチしても多分ちょっと合っていかないなとか思ったらうん、
いい悪いじゃないかね、本当に。とても、あ、そうだよ、とてもお勉強になりましたわ。そうね、相性的な感じかな。そうそうそう、やっぱ得意なジャンルって人それぞれあるからさ、難しい。恋愛と一緒って言うしね。まあね、バンドはね。なんで笑ったんですか、今。なんで笑ったんですか、今。エモいな。結局はそう。